上下打ち分けたという感じです。低い低空ミサイルキックになりましたのがクズミ、おーっとクズミがさあトップロープからキャッチャーを見せます。今日この4名2試合目のどの選手も2試合目でありますが、この決勝戦勝った方がベルトを巻くことになります。先ほど控室のあたりでもうすでにベルトが用意されています。おそらく本部席のところにも来ているでありましょう。さあ今度は止めたサイドアタックのような感じになりました。元谷もよく飛び込んでありました。さあ今度は尾崎か、飛び込むかブルーのコーナー、チャンスを狙っています。まずクズミが帰ってきたところ、トカゴンヒーローです。カウントになります。コンヒーローを見せました。そしてどうやら空中戦になりつつあります。アマラが行きます。アマラがクズミを狙う、よっしゃミサイルキック縦にヒットしました。クソショーとラリアットはダッキングしてかわしました。2発目はヒット、2発目ヒット。アマの気迫出てますね今年は、はい、あーと思いますか。ちょっと肩をサイドにしながら垂直のような感じでぶつけていきます。決めるぞ。さあ気合、気を吐きましてアパッチスープレックスを見せます。もう一発スープレックス連発です。腰のあたりから落ちていきます。キルエですね。そうですね、はい、高速のスープレックス低くそして速く飛ばしています。よりこう実用的なスープレックスという感じですが、おーっと今度は頭をつかまえまして DDT かいやブレンドスターかなだれ式に切り替えました。ニュートラルコーナーに持っていきます。大崎が似合いと笑いました。さあまだやってみせた、あーっと落とされた。逆にミサイルをガーッとダイビングボディアタックは透かしました。逆に脇が止めです。いい形で入りました。願ってもないチャンス、脇固め、あーっともう防がれました。やっぱり秀樹、これで先ほど勝ちを収めました。アマラです。あーこれも、あーっとまだ入ってか、まだこれで仕掛ける状態です。まだまだ分かりません。このクラッチを切らなければいけないわけです。あーっと切れません。アマラを打っています。モンドリ打ってなんとか体勢を変えようというモータヤカナコ。これはロープです。ロープブレイク。今天野うまかったんですよ、逆に行ったでしょ、はい、相手が構いますよね、自分の手をですね掴みますね、はい、その時ですね、この手首も決めたんですよ、決めにしたんですね、でも切れなかったんですけど、なるほどね。飛びつきながらそして丸め込んできます。モテさあ、クズミがいやいい動きを見せます。いいジャーマンです。遠くに投げるような感じでジャーマンを放ちました。クズミが尾崎を抜かしておいてムーンサルトか、ムーンサルト、いやいやいや、あ旋回式のボディープレスだったんですが剣山が待っていました。尾崎これもう十分予知してますね。そうですね、十分さあこうやるんだというお手本を見せるつもりでしょう。校長尾崎が、オーダーアカデミーの尾崎が参りました。あと旋回式のボディープレス、これはヒットしました。今明らかにそうですね、旋回式のボディスポーツをこうやるんだってばかり押していきましたからね、自分からさあどうするんでしょうか。コーナーに振りました。まだまだこの動きは残っています。クズミ普通の表情は表情なんですが、動きはやはりいい動きを見せています。クズミ上手くなりましたね、ですね、はい、さあもう一発、これは調子に乗りすぎたか。しかし尾崎も十分この辺は承知しています。決勝戦大白熱へ中盤に展開してきています。落ち込んできて、そして固めていきます。これはカウント2、あーだスリーパーだ。尾崎は今日初めてスリーパーを受けました。これで落として今あるか、決勝戦、決勝戦、さあタックベルトはオズアカデミーなのか、助けには入ってこれません。モテは抑え込まれました。さあ尾崎校長先生落としてくださいという天野、尾崎が立ち上がりました。サンディングのスリーパーホールド、もう一発やり直し、おっと同時めスリーパーに変えました。そしてこれをうつ伏せにします。今年はこれをうつ伏せにすることってどうですか。うつ伏せに足が入ってれば一番いいんですけどね。なるほど、まだ入ってないですからね、はい、逃げました。悔しがったのは天野の方です。天野が懸命に元谷を抑え込んでまして、
大崎に勝ちを取ってもらおうということだったんでしょうが、スワローは行きませんでした。あ、しかし久住はちょっともうこれ戦闘能力がだいぶ落ちてるんではないでしょうか。合体で、あ、これ上がった、すかした、すかしですね、いっぱいになっています。あ、ダイビング戦闘、天野が食らいました。さあ、ダブルアームのスーパーキス、お、連結します、チェーンのように連結しています。ダブルアームスープレックス、もう一発、人間風車、逃がしません、絶対逃がされます。そのままホールド、カウント、カウント中です、カウント中です。まもなく15分になろうという長い試合になりました、決勝戦。さあ、ダイビング戦闘が待っているようです。元谷かな子、いや、立ち上がったのでミサを切り替えましたが、すかされてしまいました。バックを取りました。逆にアマルが取っています。投げ捨てのジャーマン、スープレックスホールド、決めれた、いやー、後ろを見せてしまいました。円錐にミサイル、くずみ、アマルが敵に後ろを見せてしまいました。さあ、逆にくずみとは、あ、くずみがトップロープに上がりました。くずみと、そして大手が大チャンスを掴んでいます。もう一発いくのか、もう一発いくようです。さあ、大手がダイビング先頭、どうでしょう。おーと、よく返しました。弓のようにそっくり返りました。いやー、もうお腹抱え込んでますよ、小手さん。いや、こだえてますよ、ちょうど脇腹の切れ目の、なんて言いましょう、ストマックの値ですからね。いくら女子レスラーですね、軽い人もたまりませんよ。これはかなり強烈に入ったんではないでしょうか。いや、これだけ痛めつけられてますけど、お腹をこう丸め込んでいます。ボディへのダメージが想像できます。決めるぞ。さあ、いや、逆にスピードがなくなっているか。いや、壁下の腕締め、逆転し、さあ、これで先ほど勝ったんですが、決勝戦です。くずみが入りました。くずみが髪の毛振り乱して入ってまいりました。もっこれはタッチしたことになるんでしょうか。認めたようです。トルネードのようになってきました。さあ、くずみが、いや、逆に落とされた。さあ、天野、潜在一部の逆転チャンス、ラリアット、いや、山田しかのポールがもたえにあったようです。もたえがラバインストラル、もうタッチがこう簡単に関係ないというトルネード式のようになってきましたけれども、やっぱ本来はもたえだったですね。もたえだったんですね、はい、これね、はい、本当に双子の姉妹のような感じでこの両者が攻め込んでまいります。もたえとくずみ、いや、その続きにツインのスインのミサイルキックか何かを出そうとしています。トップロープだ、ニュートラルコーナーから朦朧としているアマルに対してスインのミサイルキック、これは4倍にも8倍にもなるでしょう。いや、もう一発行です。今度は戦闘だ、第2戦闘。さあ、これで決まりか。いや、6